皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月の11日、20時38分、1月13日に総理が、被災地に入るということですけども、できれば、小泉進次郎氏も、同行していただきたいなと思っています。まあ、いずれ、その、まあ、総理になると思います。で、その、被災地の件に関しての経験と、あと、その震度とその発生地点、震源地、それが特定できた時点で、すぐに自衛隊が、まあ、今回の地震の規模でも即座にその日のうちにもう1万人すぐ稼働する、現地へ、行く部隊と分けて、もう翌日にはすぐに出発できるように、対応しておかなければならなかった。1万人以上の規模で。だけどもそれができていなかった。で、これは基本的に幕僚長とか総理だけの権限に任せるんじゃなくて、こう防衛大臣とかあと官房長官とか複数の人間がすぐにその指令を出せるっていう形にしといた方がいいですね。じゃなかったらまあ1月1日という正月というまあ手薄な時期で。まあ、時刻は夕方ですけども、もし夜中とかでしたら、基本的に、例えば先ほど名前を挙げました、総理や、官房長官や防衛大臣、自衛隊の幕僚長、この4人とも、普通多分寝てると思うんですよ。だから、指示を出す人間っていう人が、こう、何人か、その、もともとすぐに、現場の、その、震度と、震源地、それによって、どれぐらいの規模の人員をすぐに出さなきゃならないのかっていうところで、で、どうしてもやっぱり頼り先が自衛隊しかないと思うんですよ。緊急出動できるところって。まあ、今更国連加盟国ばかりのこの状況で戦争なんかまず起きるわけがないんですから、自衛官、全員すぐに出動、すぐに招集かけてと、あと、まあ、各自衛官自体に、まあ、最初は震度7という速報で、後から震度6強に訂正されてましたけども、完全に、その、陸地のところで、震度6強が発生した場合、すぐにもう自衛官全員、上から連絡来なかっても、すぐに全員、とにかくまず出勤してきなさいと。こういうようなマニュアルを作っておくべきですね。で、それによって、翌日、どう行動するのか、どういうふうに、部隊を展開していくのかっていうことを、即座に、対応していただかなかったら、まあ、最初の方のニュースで、その、1000人から、3000人とか5000人とかに増やしてっていう話の放送ですね、インターネット記事いや、新聞じゃん、テレビのニュースでですね、だからその辺のところで、最初からその震度に合わせて、あと震源地に合わせて、最低でも1万人以上とか、まあ今回の件はもう間違いなくその判断で良かったと思うんですよ。東日本大震災は10万人投入してますから、それでも人手が足らなかったんですよ。一応、その、YouTube 一覧表のところに、石川県能登半島の地震関係という欄があるんですけども、上の方に用意してます。そこを見ていただいたらわかるかと思うんですけど、例えば、元ジャニーズの、メンバーの者たちが何人か被災地へ行って、炊き出しとか、灯油だとか、そういったものを、届けてあげてくれてるんですよ。で、かたや行政は、ボランティアの人、現地に来ないでくださいっていう放送されてるんですね。で、まあ、これは、まあ、現地が渋滞しているからっていうことが理由になってるんですけども、これ、阪神・淡路大震災の被災者の経験者から言わせていただきますと、その、ジャニーズの、ある程度の年齢の人たちは、今まで、被災地に行ってるんですよ。経験あるんですよ。だから、どうしなきゃならないかっていうことがあらかじめ分かってるし、私からの SD カードでそれも言ってるんですよ。で、テレビ東京さんの番組の方で、例えば地震が発生したら、あちこち電柱もなぎ倒されると。で、即座に、電柱が用意できないから、例えばジャニーズとか、まあ、
大きな地震、例えば東日本大震災の頃とかでしたら、バラエティ番組とか全部ストップしてたじゃないですか。だからもう最初から、活動もどうなるか分かんないから、番組内でね、その電柱作る工場に行ったりだとか、マンホール作る工場に行ったりだとか、実際働いてみてどうだったかとか、仕事の仕方覚えといてなって、もし足らんかったら、人数足らんかったら、もう君たちがその工場行って、働いて、作ってっていうことを言ってたんですよね。で、まあ、番組はそこまでストレートに、そういうふうな内容でこの番組を作ったっていうふうなことは放送してなかったんですけども、一応ジャニーズのある程度の人たちには、僕の意図と、知ってもらった上で、番組に出てるはずなんですね。だから特にその滝沢っていう人たちが、数名、被災地の方へ、元ジャニーズの人たちが行ってますけども、その灯油とかをね一緒に運んであげたっていうところがすごくよく分かってるなっていうことになるんですよ。やっぱりああいう雪が降るところですから、日本海側で。で、とにかく寒いと。もう夜寝るのも、暖がなかったら無理ですから、すぐに灯油とか暖を得れるものっていうものを送ってあげなきゃならない。その停電がどうしても発生してしまいますから。だからその辺のところで、まあ、インターネット記事なのでどこからどこまで本当なのかわからないんですけども、炊き出しも1000人分行ったと記載されてましたので、まあ、1000人分というと相当な量なので、そこまで行くとどんなトラックで運んだんだろうっては思うんですけども、現地の人たちが食べたいものって栄養のあるもので温かいものなんですよ。で、温かいものイコールカップラーメンとか菓子パンとかでやっぱり力出ないんですよ。栄養不足で。で、温かいものイコールカップラーメンじゃ無理があるんですよ。自分の昼ご飯とか、昼ご飯も晩ご飯も両方とも一回カップラーメンにしてもらったら分かります。全然力出なくなりますから、本当に。栄養不足で。だから栄養っていうものはものすごく重要で、その現地で炊き出しを行ってあげたっていうものは、大変素晴らしい行動であって、でこの辺のところね、まあ、そこでも記載しますけども、その YouTube 一覧表のその石川県能登半島地震関係のところに、行政の方でね、民間で今まで被災地に行ったことのあるある程度の規模の会社はすぐに動いてください、で最初から行政に届けを出しておいて、で行政が先に認めておくんです。地震発生してから行政の方にいろんな会社が連絡してきたって、行政も手一杯になるじゃないですか。で、特に今回1月1日だったでしょ。行政、区役所とかそもそも市役所とか空いていない。じゃあ、民間人どうしたらいいのっていうことになりますから、即座に行ってあげなきゃならない。だからそこは滝沢は君たちのその判断っていうものは素晴らしかった。だからそこはちゃんと評価してあげなきゃならない。そこで、まあ、インターネット記事で大きく叩くような記事は見かけてはいないんですけども、まあ書き込みとかで、まあ彼らのことを叩いている人たちがいたので、もう阪神淡路大震災の被災者からしたら、もうそいつならあかんと、どこのどいつやということで、一回ちょっと世間に公開せなあかんと。被災地にそのしっかりとこう、救援物資を届けてる人たちを悪く書き立てるような連中、絶対まともじゃない奴らやから。なもうそういうことをもう政府は公文書公開とかでしたらいい、本当に。元を電波とか辿っていったら、国の持ち物みたいなもんなんですから。NHK とか株半分以上、NHK じゃ、NTT ドコモとかの株とか、半分以上国が持ってるんですから。で、その、小泉進次郎、彼にその被災地に行ってもらいたいのは、結局、その、地震っていうものを現地でどういうふうな、まあもしかしたらもう今まで何回か行かれてるとは思うんですけども、実際その自分でその復旧活動とか自分でその目の当たりにしたりとかすることによって、一番最初に即座にもうみんなが動かなきゃならないって、これを分かってるか分かってないかなんですよ。以前の兵庫県知事の井戸さんは、対応がすごく早くて、阪神・淡路大震災の後に、あれはね、2011年以降かその前後ぐらいに、淡路島でね、
震度6の地震があったんですよ。揺れてる秒間は5秒程度ぐらいだったんですけども、それで被害、大きな被害が出なかったんですけども、震度6の、地震が、発表された時点ですぐに指令出して、もう物資すぐ積み込んで動ける人間がもうどんどんもう被災地行ってと、そういう指示を出してるんですよ。これが一番早い方法なんですよ。でもっと早くするのが、ああいうふうに1月1日で各行政機関が空いてないと。じゃあ最初から民間の人たちは許可を行政にもらっておくと。被災地の、今まで経験のある人たち。そして自動で動いてくれますから。そこはものすごく助かるんですよ。それは現地の人たちが。行政が助かるんじゃなくて、現地の被災された方たちが助かるんですよ。で、一応メッセージ、そうですね。総理や国会議員の方たちや、あと、フィナンシャルグループとか、そういうことにしておきます。で、のメッセージということで、フィナンシャルグループって不動産大体抱えてるじゃないですか。で、フィナンシャルグループの人たちのその対応っていうものが、すごく遅いなっていうのを感じるんですね。っていうのは、熊本地震の時に、賃貸マンションとかを、一軒家でも、賃貸とか貸してる業者さん、ある程度の規模のところが、何名か、単位どれぐらいだったか忘れましたけども、何百人だったのか、線は難しいとは思いますけども、家をね、何ヶ月とか1年とか、無料でね、貸し上げますよと。避難所から脱出しませんかっていうことをしてあげてる業者さんもいらっしゃったんですよ。熊本地震の時に。それはものすごく良い見本であって、フィナンシャルグループとか大手ね、大手財閥みたいなもんなんですから。そこが不動産持ってるんだから、そこはそういう行動をすぐにさっとできるようにしないと。だって熊本地震とか経験したんでしょ？東日本大震災もあったじゃないですか、こう近年でね。50何年前に。そしたらもうそういうことをさっとできるようにならないと。役員の人たちが。その辺のところで、するべきことっていうことが、災害時ね、行政だけ動けばいいっていうことじゃない。で、マスコミの人たちが現地入ってね、撮影してリポートするだけじゃもうないんですよ。もう何をしなきゃならないかっていうことははっきり分かってるから。フィナンシャルグループの人たちも。無料で、もう1年間でもいいから無料でとにかく近隣の各都道府県で空いてる家をね、貸してあげると。それがどれぐらいの規模を、その、何千世帯とか何万世帯まで、できるのかっていうところは、それは私の方には分からない。だけども、最善の努力を尽くしましょうって。最初からそういうマニュアル、そのフィナンシャルグループの役員の方たちで作っていて、それちゃんと継承されてます。例えば1年に、その、役員会議でね、年に3回ぐらいは地震についてのマニュアルの確認とかをするとかね。そういうことされてますか？しないでしょ。してたら、こんなに遅いわけないですから。5日の時点でもそれ発表できてますよ。休日返上で2日にはもう出勤してきて、もうすぐに、周りの状況を考えて、ちょっと離れた都道府県のところから物件どれぐらいあると。ある程度の、そんなに別に新品とか回さなくていいと思うんですよ、本当に。とにかく緊急避難ですから。半年でも1年間でもいいじゃないですか。正直体育館とかのね、寝泊まりって無理あるんですよ。周りの人の声がガヤ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 するから。寝にくいですよ。僕は阪神淡路大震災の時に一時親戚のうちに避難した後、もともと神戸市兵庫区の出身なんですよ。で、神戸市兵庫区か長田区の須佐野中学校っていうところがあるんですけども、そこに、その近辺に住んでいた、遠い親戚のおばあさんがいたから、その人の付き添いで、須佐野中学校で寝泊まりしてたんですよ、僕は。親戚の家からもう一回、戻って。で、だからそこでの生活っていうのを覚えてるから、何をしなきゃならないかとかもわかるし、あと、今回の件でね、はっきりわかったんですけども、学校の避難所で、トイレを流す水がないっていう話まで出てきてる。で、これは多分学校にプールがないからだと思います。私たちの時は、もちろん水道が止まってるから、お手洗いの水を流す時に、プールの水をみんなでね、バケツリレーみたいな形で、バケツリレーというか、一人一人組んでね、持ってきて、
それをお手洗いに流してたんですよ。だプールがあったら一応ある程度水は貯水できるから、そのお手洗いに関しての水はある程度の期間は確保できるんですよ。だからプールは一応作っておいた方がいいという最終的な結論になりますね。これ結構重要だと思いますよ、本当に。それがあるのとないのとじゃ全然違いますから。だからまあ今言えることは、フィナンシャルグループの人たち早急に、まあ、経団連とか経済同好会の人たちとかも、そういうふうに、賃貸物件持たれている方たち、近隣の都道府県のところで、一時避難しませんかということで、提供していただける方なとか、そういうふうなところを早急に、対応していただけないかどうか、話してもらえますか。何でもかんでも総理じゃ何にも物事動かないですよ。各地役員なんだから、役員さんの人たちは社会引っ張っていく存在なんですから、その辺のところ行動遅かったらやっぱり僕からこういうふうなこと言われます。それをしっかりと各、まあ、経団連とか経済同好会とか引き継いでもらわなきゃならない。で、もう今回、徳良さんの言葉にはもうがっかりですよ。万博どうのこうのって。万博か被災地どちらかしかじゃないとダメだみたいなことを言ったでしょ。もうあれ絶対言っちゃダメですよ、本当に。話なんない、本当に。経団連の長なんだから。被災地の方が最優先に決まってるじゃない。何回言われたらわかるんですよ、あんたたち。本当に。で、まあ、ちょっとね、正直、どういうふうに僕は思ってるかって言ったら、この間、林大臣でしたっけ、まあ、万博は行う、中止、延期や中止はないっていうようなことの記事を見たときに、僕ももう、なんかもう、もうしょうがないんかな、みたいな気持ちになったんですよ、万博自体。もうするしかないんかなって。だけども、その後のね、その日の被災地の映像を見てたら、絶対やっぱり違うって。この動画見てくれてますが、感情付きで見てもらわなかったら伝わらないから無理だって。みんな動画見る、怠けてたんでしょって僕の動画。だから伝わらないんですよ。感情プラスで見ないから。政府からの税金で、ね、所得、高い高額所得者になってるだけで、実力見かけないじゃないですか。こんな時に何もしないんだったら、できないんだったら、僕に言われてからだったら。被災地の方が重要に決まってるでしょ。で、今頭の中取られてる。これがこの国の電波のシステムの巨大な不法行為。人権の方が上。簡単。エネルギーの残存量の問題も重要。それと万博を天秤にかけたとき、万博なんか軽すぎる。吹っ飛んで当然。意味ない。まあこれは本音です。で、その辺のところでね、もう万博の工事に、ね、人員割いてるぐらいだったら、その人員すべて被災地に回してください。以上です。できるかできないかじゃないんです。するしかない。これは結論なんです。その結論をあなたたちが間違ったら、この国めちゃくちゃになるか、無理なんですって言ってるんです。我々一般じゃ聞きたくないんですよ。万博続行なんか。7割以上の人間が万博なんかいらんって言ってるじゃないですか。どこが民主主義なんですか？ね、これで顔まで取られよ。この辺くぼみよ。もうめちゃくちゃや。どこある法律やねんって。喋り方だけで顔取ってる人たちが存在するんですよ。それで放送会。ほんとちゃんちゃらおかしいとはこのことですよ。これでも敬語使わなあかん、こっちの気持ちも考えてみてくださいよ。仕事しましょう。仕事。万博。そんなもん推進させようとしてたら仕事なんかできてないとしか見られん。
普通だったら首や。まあ、これは林大臣を責めてるんじゃなくて、林さんも本音のところでね、ボソッと言ってるのを聞いてしまってるから、僕も、その、その、万博本当は、あのね、今までの経緯、もう地震発生する前から、もうこんなことでこんなにもっていう規模、無駄遣い、エネルギーの残存量もない、そこ込みで考えたときに、その、明らかに困ってましたから、だから誰が万博なんか海外で言ってる人います？海外の政府上層部とか経団連みたいなところで、日本こんなね大きな被害出してる時にそんな無茶なこと言ってる国なんかいないでしょう。もともとだって岸田さんが言ってたんですから、その大災害が発生したら万博はもう中止するって、その映像も見てますよ僕。それぐらいみんなもう方向性最初から未来からせっかく声送ってるんだから、腹くくっておかなかったら決断迷うから、もう最初からもう自民党内とかでも言っておくとかね、立憲民主党とか他の党にも、もう大きな地震が発生したらもうそれ理由でもう中止行こうと思ってるとか、それが正しい判断なんだから、どうせ大した出し物なんかしないんだし、もうそれ今までの万博見たら分かりますよ本当に。隕石のかけらだとかもう太陽の塔を見ただけで分かる、もうしょうもないもの作って、そんなに建築業界からの票が欲しかったんですかって言われますよ。もう僕は本当にそう思ってるから、もう結果だけで物事見ますから。だって今まで何回も同じこと言ってるんですから。だって東京オリンピックの時にもね、結局小池さんに言ってもらって1兆円2兆円3兆円って1兆2兆3兆ってお豆腐じゃないんですからって、僕からのメッセージを言ってもらったんですよ。 SD カード送っていつものルート高島屋ルート当てで、で報道機関通して小池さんちょっともう言ってもらえますかっていうことで、で、自民党としてもこのも世の中に通用するわけがないっていうこと分かってたから、森元総理があんな生書きみたいなあんなデザインっていうことを言って、で、経費削減とかに動いたわけじゃないですか。国立競技場だけであんなもの作ったら一体いくらかかるか分からへんって、あとエネルギーの無駄遣いにもなる。で、まあまあもうあのマスコミの人は今もう政府が大変な時だから政治家の人たちを責めるんじゃなくてね、万博とかオリンピックに関してはテレビ局にもかなり5割以上の責任はあるんで、はっきり言ってまあまあもう全部全部もう国会議員とテレビ局と経済界、この3つこの3つがオリンピックと万博に関して大きく関与しているところである。あと行政。もうそれ言い始めたらもう大体みんな。もう被災地の方が重要。以上です。まあ最後の方いろいろ言いましたけども、感情込みでね、言わなかったら伝わんないでしょ、やっぱり。だから僕は言うべきだと思いますよ。だからそんなところで、あれぐらいのものの言い方したぐらいで、それを咎めてるよ、じゃあ。やっぱりダメだと思いますよ。誰かはこの変な流れ、止めなきゃ無理ですよ、この世の中。ここで万博、まず中止とか、そういう形に持っていけたら、世界中からやっと万博っていう条約は排除できるかもしれないんですから。そのための第一歩。万博なんかあっても、全然ろくでもない。世界中でどうでもいい出し物ずっとしてる。大した出し物なんか全然ない。本当に大したことあるんだとテレビで放送したらいい。本当にすごかったらみんなを認めるんだから。そのためにテレビがあるんですから。あとダボス会議、国連の経済会議、そういうのでいいじゃないですか。本当にすごいものはそこで評価されるんですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、小泉進次郎、彼には、まあ、将来、やっぱり、ある程度の年齢でなっていただきたいですし、まあ地震を何回も、その僕とね同じぐらいの年齢ですから、
まあ、実際に被災地にはいなかったとしても東日本大震災とか熊本地震とか、まあ、阪神淡路大震災の頃は彼はまだ高校1年生か中学3年生ぐらいでしょう。じゃあ中学生ぐらいの子でしょう。まあまあまあそれぐらいの年齢だったら、もう現地にいる人じゃなかったら、実際被災した人間じゃなかったら、何もね、体感がなかったら分かんないでしょうから、まあ、とにかく現地は足運んでもらったりとかして、この時も迷わずこう指示出さなきゃなんないっていうのをあらかじめ持っといてほしいんです。で、今ならそういったことを経験してから総理になれる年齢ですから、まあちょっと小泉進次郎さん、踏ん張ってください。よろしくお願いいたします。以上です。